東京映画記者会、報知新聞社など在京7紙が主催する第62回2019年度ブルーリボン賞の授賞式が18日東京内幸町のイーノホールで行われた。過去助演女優賞を2度受賞している長澤まさみ32はコンフィデンスマン JP ロマンス編田中亮監督で初の主演女優賞。黒のシックなロングドレスで登壇すると報知映画賞に続く栄冠に、昨今はいろんな情報が錯綜して何が本当で何が嘘かわからないところがあります。主人公のダーシを演じる二頭だって自分が信じることに突き進んでいく彼女に勇気づけられました。私も彼女のように信念を持って生きていけたらと思います。ドラマからどれだけ長い時間この作品の世界にいるのか、でもそれはとても幸せな時間でしたと笑顔で話した。デビュー20周年にあたりこの作品の世界が大好きなので、まだまだコンフィデンスマンの世界が続いたらいいなと思いますと話した。4年度には世界の中心で愛を叫ぶで当時最年少記録17歳での助演女優賞、11年度のモテキでも同賞を受賞したが主演は初めて。デビューから20年経っての栄冠となった。コンフィデンスマン JP は興行収入約30億円を記録。出演作マスカレードホテルは約46億円、キングダムも約57億円を叩き出した。ブルーリボン賞青空の下で取材する記者が先行し、賞状に青いリボンを巻いて渡したことに由来。副賞は万年筆。映画に取り組む姿勢や人柄も選考対象となるのが特徴。